ロイヤルゼリー、ロイヤルゼリー、あるいはロイヤルゼリーとは、蜜チの若い働き蜂が、花粉や蜂蜜を食べ、体内で分解、合成し、上顎と下顎の咽頭線や体細線から分泌する乳白色のクリーム状の物質である。女王蜂となる幼虫や、成虫となった女王蜂に給仕される食物であり、抗議には働き蜂となる弱霊幼虫に給仕される食物である。 ワーカーゼリーを含む蜜チの社会、コロニーを支えている。女王チが働きチに比べ長寿で体も大きくなるのはこの特別食のおかげである。タンパク質が多いほか、加糖やドウ糖、脂肪、ビタミン、ミネラルなどが広く含まれる。蜜チは卵の段階では働きチも女王チも同じメスである。ところが、孵化してから三日目まで飲み、ローヤルゼリー、 厳密には、より栄養価の低い、ワーカーゼリーを食べ、4日目以降、蜂蜜と花粉を食べる、メスバチの幼虫は、働きバチとなる。一方、女王バチとなる、メスバチは、孵化してから生涯にわたり、栄養価の高いローヤルゼリーを食べ続ける。女王バチ生涯において、唯一のエネルギー源でもある。成虫となった女王バチを働きバチと比較すると、 体の大きさは2から3倍、寿命は30から40倍になる。卵を産むことができない働き蜂に対して、女王蜂は毎日約1500個もの卵を産み続けることができるなど、特徴や能力が大きく異なる。日本語では、王乳とも称される。現在の日本においては、プロポリスと同様に健康食品や化粧品として販売されている。 蜂蜜と同じく蜂の巣から取れるが、蜂蜜とは異なり、一般的には白いクリーム状で発酵食品のような特徴的な酸味を有することから市販品はソフトカプセルや錠剤状にしたものがほとんどである。日本ではロイヤルゼリーの表示に関する公正競争規約、昭和54年9月25日、公正取引委員会国時代27号によって、 生ロイヤルゼリー、乾燥ロイヤルゼリー、調整ロイヤルゼリーに分類されており、それぞれの表示について、種類ごとに、正常や素性などに応じた厳しい基準が設けられている。ロイヤルゼリーは、ビタミン B、パントテン酸 B、ヤッピリドキシン B、といった成分が含まれることから、様々な健康効果を謳って、人に対するサプリメントとして集められ販売されている。 全成分は水67%、少量の様々なアミノ酸、リジン、メチオニン、スレオニンを含むアラタンパク質、ロイヤリシン、ロイヤラクチン、アピシン12.5%、担当11%、比較的高い量の脂肪酸、デッセン酸5%である。また、多くのわずかなミネラルや溶酸、植物ステロール、ある種の酵素、抗菌、抗生物質、 わずかな量のビタミン C も含まれているが、使用性ビタミンである A、D、E、K は含まれていない。ある鉢が女王鉢へと発達する原因となるロイヤルゼリーの成分はロイヤラクチンと呼ばれている単一のタンパク質と言われている。長期間にわたり貯蔵し不活性化させたゼリーにそれぞれの成分を添加し、調べたところロイヤラクチンを加えたゼリーの実が幼虫を女王鉢へと する活性を有していた。ロイアラクチンは、黄色症状場においても、体の大きさの増大と卵巣の発達を特徴と、する同様の形態学的変化を誘導した。ただし、この研究の再現性については、議論がなされている。詳しくは、ロイアラクチンの項目を参照。ロイヤルゼリーのアミノ酸、スコア。 タンパク質の品質を示すスコアで、必須アミノ酸の含有バランスを示すものは100で、ケーラ卵と同スコアであり、良質なタンパク質を含有している。このタンパク質の一部が原因となり、ごく稀に、喘息及および食物アレルギーを持つ持つ人において、喘息や、ジンマシン、アナフィラキシーを含む重いアレルギー症状が、引き起こされた例が報告されている。現在、 ロイヤルゼリーを含む健康食品に、喘息や食物アレルギーを持つ人へ飲用を控える、表示が徹底されるようになった。一方、ロイヤルゼリーのタンパク質を、ペプチドやアミノ酸に分解することによって、アレルギー症状の発症リスクが低くなることが、報告されている。ロイヤルゼリーの研究は、ヨーロッパ各国で1900年代より、本格的に行われるようになった。 当時のローマ教皇が老衰による既得状態に陥った際、主席児のバオル・チーシやパウロ・ニーハンス博、ガレー・ア・ジリシー博士らがローヤルゼリーを投与したところ、回復。1955年ローマで開催された国際医学会議で発表後、1958年、イタリア・ローマで開かれた第12回国際養蜂会議で教皇自らミツバチを称えるスピーチを行った。 これをきっかけにロイヤルゼリーが全世界に知れ渡ることとなるが、日本においては、1959年、週刊朝日に掲載された記事により、一般の人々の関心を集めることとなった。また、同時期、不老長寿の新薬として輸入され始め、1960年、国内での計画生産が始まった。ローマ教皇の回復をきっかけとして、ロイヤルゼリーの効能効果は、 全世界で認知され、世界各国の科学者たちが研究を開始。これまでに様々な報告がなされている。ロイヤルゼリーは、バセドウ病に対する免疫調節剤となる可能性が報告されている。また、脳のグリア細胞や神経幹細胞の成長を刺激することも報告されている。これまでに、ロイヤルゼリーはある程度のコレステロール低下、抗炎症、 外傷治癒、抗菌作用を有するという予備的証拠があるが、これらの効果のうちコレステロール低下作用以外は、経口摂取した場合は実現できそうにない、消化による物質の分解や pH 変化による、中和などによる、ロイヤルゼリーに含まれる重ヒドロキシマイナスに、デセン酸が、主要の血管新生を阻害するいう研究もある。ロイヤルゼリーによる、ニコチン摂取によって、 コレステロールレベルの不均衡を修正するという仮説が唱えられている。ロイヤルゼリーがその他の病気に関して有益な効果を示すという予備的実験、細胞及び実験動物がいくつか存在するものの、これらの主張に対する明確な証拠はなく、有益な効果を証明するためには、さらなる実験及び検証が必要とされる。ホリスティックヒーリングサークル及び 人気のある大体医療民間伝承においてロイヤルゼリーは主にアミノ酸成分と幅広いビタミンおよびミネラルを含むことから老化防止アンチエイジン作用を有すると信じられているロイヤルゼリーが生殖能力および性欲を補助するという風評もホリスティックコミュニティで広がっているがこれらの主張を支持する臨床研究はほとんど愛は全く存在しないロイヤルゼリーは スキンケア及び自然美容製品の成分としても広く使用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。